私たちは福岡市貴生川公民館で活動しています。福岡忍術研究会です。私たち福岡忍術研究会は忍者発祥の地福岡において、その忍者のルーツ、そしていろんな技歴史を調べて毎月1回勉強会をしています。現地研修や年1回は忍者検定をしています。これは全国から参加者があります。この検定にも皆さんに参加いただけたらありがたいです。よろしくお願いします。私は渡辺と言いますが、福岡忍者の実は子孫です。この本を昨年出版しました。福岡忍者は素晴らしい存在だということをこれからもずっと言い続けていきたいと思います。活動日は第4水曜日の午後7時半から9時半です。年齢性別は問いません。忍者好きの方なら大歓迎です。見学会もできますのでお越しください。お待ちしています。忍者で町おこし頑張ります。アミーン。